皆さん、こんにちは。ノズチャンネルへようこそ、えー。いつもフルートの話が中心なんですけれども、人の話、えー、とりわけ指揮者の話、指揮の話を今日は、えー、してみたいと思います。えー、まず、こう、指揮単純に考えるんですけど、まあ、片手しか使わない、あるいは片手しか使えない場合を除いて、まあ、両手ありますよね。で、どうするのかっていう話で、例えば、あの、僕があの学生時代に指揮を、 えー、お教室に行って習ってて習いた頃はですねあの右手で白を出して左手で表情をつけなさいこれでこう,いううにこうやったら大きくしてこうやったら小さくしてこう,いう,うにやったらダメいろんなこと言われたんですけど単純にですね人間の脳大,、えー、大脳の役割が最近だいぶ解明されていまして、えー、右手は左の脳でつかさどるで、えー、左手は右の脳でつかさまるでよく言われているのが左は言語の と言われてまして、まし非常に細かい作業とかあの物理的なことに向いている脳ですよね。で右の脳要するに左手を司っている方の脳は音楽脳あるいは感覚脳と言われまして情緒であるとか感情であるとかをコントロールするのに非常にいいと言われてますね。で日本語の発音はどうも左の脳で処理されてるんですけどヨーロッパの言語英語フランス語ドイツ語なんかは右の脳で処理されている。 らしいですねそれによってそ,のそもそも日本人がクラシックの音楽をやるときと西洋人が音楽をやるときではもともと違うんじゃないかっていうことを、えー、盛んに言っている学者もいるほどなんですけどその心理はこっちに置いときまして実験してみましょう。まずですね同じこと3拍子でも4拍子でもいいんですけどまず右手でやりましょう今僕4拍子を振ってますねこうね。で何でもいいですよ。3拍子だったらこれで さあい、あ、じゃあ4拍子か。さあいた。これ4拍子ね。さあいた。同じことを左手でやってみてください。だいぶ違うでしょう、漢字が。ね。4拍子ね。さあいた。さあいた。今度右で中、全然違うんですね、これね。じゃあ、例えば、滑らかな。 表現をやってみましょう右手で滑らかな表現をやる。1、2、3、4。これをやるとですね、非常に右手難しいんですけど、こっちだと割とスムーズにできるんですね。それ、お気づきでしょうかもちろん、これは両方の要素が欲しいって言って、こうやってこう振るのって正解なのかなっていうと、またちょっと違うと思うんですけどね。なので、指揮者、指揮をやる方はね、あの両方の、 手の機能というのをね一度確認をしてからやると戦略的にいいかもわかりません、えー。指揮者によっては、えー、ゆっくりな学章とかこう情熱がこもった学章だとわざとこういうふうに持って左手を中心に指揮をするなんていうこともありますね。非常にあの巧妙なっていうか、えー、スマートなやり方だと思います。えー、指揮についてこれは僕は深いですよ。あの何せあの楽器じゃないですよねこれあの。 菜箸でもいいし、えー、人によっては、こう、爪楊枝でやってる人もいるぐらいですよね。ですから、あともう、一番最近、流行りは、あの、し、指揮を持たないでやるっていうのが、こう。分かりにくい指揮を、や、やるっていうね。で、分かりにくいじゃないかっていうと、それは、あの。 私は表紙を振らないので、皆さんがあのご自分でなさってくださいなんて言って、そうやわれると、ガーンと傷ついて、そうなのかとか思いながら、一生懸命こう数えてね、で誰が何泊目やってるんだとか言いながら、なんかこんな喧嘩喧嘩じゃないですけど、なんかちょっときな臭い雰囲気になったりとかするんですけども、まあ、それもその指揮者の作戦なのかも分かりませんね。いろんな指揮者がいます。おじいちゃんになっったたら、ら、例えばこう指揮を持ったら こうなっちゃう指揮者の先生はこう指揮棒自体をやめてあの指で振るなんていうこともあるんですけどいろいろ話をしましたが、えー、右手と左手の役割、えー、意識してやってみたらよろしいんじゃないでしょうか、えー、一つ参考にしてみてください、えー、今日もご視聴ありがとうございました、えー、チャンネル登録グッドボタン、えー、コメントをよろしくお願い申し上げます